皆さん、こんにちは。今日は、以前、教育論の一つとして書いた詩を朗読します。ただ、画面が左の方にありますので、横を向いて話すことになりますけども、どうかお許しください。これは、あの、子供たちに書いた詩なんですけどもね。笑え、子供たち。大声で笑え。笑え、子供たちを腹から笑え。 笑って笑って笑いまくれ。笑えば心が開く。笑えば心が通う。だから子供たちを思いっきり笑え。笑って笑って自分を伸ばせ。これはですね、あの、私の幼児教育の、まあ、持論でもあり、基本的な理念といいますかね、ポリシーでもあるんですね。で、まあ、幼児の場合、 50分レッスンですけども、笑わせるってこと、楽しませるってことを第一にしています。で、その様子はですね、BW 公開教室の方で見ていただけますので、興味のある方は見てください。とにかく笑わせるのが大切なんですね。で、ドイツではですね、あの、大声を出させるってことが幼児教育の要になっていますね。それからアメリカでは、 アメリカでは、なんて言いますか、自分を主張させるって言いますけどもね、independent thinker ってことをよく言いますけども、要するに自分で考えて、自分で行動し、自分で責任を取るっていう子供、いわゆる子供の自立というものを大切にしているわけです。で、オーストラリアは、やっぱり自立でしょうね。中学1年生からキャンピングという科目があるんですね。日本にはない科目です。それはどういう科目かというと、まあ荒野で、ね、荒野でね、 まあ一人、荒野で一人になったとき、まあ向こうでアウトバックスって言うんだけども、アウトバックでね、一人になったときに、一人でどうすればサバイバルできるかというのを、まあキャンピングという科目なんです。それで、私が、あの、電話でね、この原稿、その先の原稿を書くとき、まあ別の原稿ですけどね、書くときに、えウィズリーだったかね、メルボンのウィズリーグラマースクールってあるんですけど、グラマースクールっていうのはまあ、小中高と一貫校であることが多いわけですけども、そこに電話をかけて聞きましたら、 えー、キャンピングという科目は、カンパ p u リーだと言いましたね。いわゆる必須科目だと。いわゆる私はまあ、キャンプという、日本語的に言えば、日本的に言えばね、キャンピングというと何、なんとなくね、選択というか、まあ、出ても出なくてもいいというかね、取っても取らなくていい、いいような、まあ、科目かなと思いましたんだ。ソウルではなくて、日本でいう、英数、国者、理と同じように、必須科目だと言うんですね。まあ、そういったところにもいろんな国によって、考え方の違いが出てくるわけです。で、まあ私は、 長い40年近く以上ですね、あの幼児教育をやってきまして、やっぱり幼児期というのは大切なことは笑うってことですね。笑って笑って笑えまくる。こうしてその自分を解放させるってことですね。まあそれができないお子さんも残念ながらいら,いらっしゃいますけどもね。あの、しかしまあみんながど、ど、ど、どと笑っていればだん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 つられてきて心を開いてくるもんですけどね、それまでに3ヶ月、4ヶ月かかることも言います。まあともかくも笑いなさいってことを私の教育の方針としています。 で次の詩です。それでもあなたはタバコを吸いますかこれはね、バクビーンという方が書いたね、ヘルスブックというのからあ引用って言いますかあの、翻訳させていただきました。タバコは服や髪の毛を汚します。タバコは老化を早め、家を茶色にします。火事の原因のほとんどは、タバコの火の不始末によるものです。 一日一箱のタバコを吸うと、一年で1リットルのタールが体の中に入ります。タバコを1本吸うと、8分間寿命が短くなります。普通のガンは15年から20年で大きくなりますから、タバコが原因のガンは3年で大きくなり、そのうち56%の人が3年以内に死にます。 その他、タバコは流産や早産や奇形時の原因にもなります。あなたはそれでもタバコを吸いますか一日8分っていうのは、これはあのまあ、タバコを吸う人とね、吸わない人の平均10秒って言いますかね、の違いから計算したものだと思われます。が、怖いのはやっぱり3年以内で大きくなり、そのうち 3年以内に56%の人が亡くなるということですね。まあ、これは、あの、訳したのがもう15年ぐらい前ですから、今もう,もう少しね、しかし、一方で、あの、いわゆる発がん物質が蔓延しましてね、まあ、がん患者が増えてるということでもありますし、それわかりませんけどね、あの、治るようになったと言いながらも、やっぱり怖い病気であることには違いないと思いますね。で、私、 もう今はもう諦めて言いませんけど、とても残念なことにね、あの長男がタバコを吸うんですね、ですから初めね、私、本当にいろんなことやったんですよ、やめるようにってことでね、いろんなことやってみたんですけど、やっぱりこの、いわゆるその1回反射板にね、あのそういったその条件反射の鍵ができますとね、もういわゆる中毒になるわけですよね、いわゆるアルコール中毒とか。 ニコチン中毒と同じような中毒のメカニズムが働くわけですよね。で、まあ、よく言われるのは、例えば、ヘビースモーカーの人は、もう、食欲中枢そのものが、あの、変調してきますから、食事をしただけでは満足感は、てか、得られないんですね。ですから、あの、ヘビースモーカーの人は必ず、食後に一服吸えますよね。一服吸うことによって、初めて、まあ、食欲中枢というのが、満足。 されるわけですよね。まあそういったその事情体になりますともうやめることは不可能ですね。ですから私と、まあ、今は言いませんけどね、初めの頃言いましたね。あの、悪友かそうでないかの区別をつけるときにね、まあそういう言い方ちょっといかいけないことかもしれませんけども、お前にね、タバコを教えたその友達は悪友なんだよと。まあ一日一箱でまあ約数として400円でしょ それが1か月では1万2000円になるわけですね。それがまあ12か月ではまあ14万円近くなるわけでしょ。1年ではね、1年では14万近くなる。それがまあ10年では140万になると。ですから40年間吸いますと、なんとね、600万円近いお金がたばこに蹴ることになりますね。で、利息でけをつけて計算しますと、まあ、 今、時速安いですけどもね、1000万円近いお金が、まあ、タバコで消えるわけです。と同時に、病気ももらうわけですよね。ですから、お前にタバコを教えた友達というのは、本当、本物の悪友なんだよって、っていうようなことを言ったことがあります。まあ、それはいいですけどね、次のとこ行きます。これを、この次の詩はですね、あの、地元の新聞で、まあ、初めて投稿したと言いますか、したら、 銀賞って言いますか、二位に選ばれました。という詩なんですね。子供たちへ。魚は陸に上がらないよね。鳥は水の中に入らないよね。そんなことをすれば死んでしまうことをみんな知ってるからね。そういうのを常識って言うんだよ。ね。みんなもね、自分の心に静かに耳を傾けてみてごらん。 きっと、その常識の声が聞こえてくるよ。してはいけないこと、しなければならないこと、それを教えてくれるよ。他の人への優しさや思いやりは、ここ心地よい響きがするだろう。他の人を裏切ったり、いじめたり、いじめたりすることは、嫌な響きをするだろう。みんなの心はもうそれを知っているんだよ。あとは、その常識に従えばいい。だってね、人間はね、 その常識のおかげで何十万年もの間生きてきたんだもの。これからもその常識に従えばみんな仲良く生きられるよ。わかったかなそういう自分の常識をもっともっと磨いて、そしてそれを大切にしようね。まあ、そう言いながらもね。まあ、私最近強く感じるのは もう無駄な付き合いはしないということですね。特に自分が不愉快に思う人とは付き合わないということですね。特にレベルの低い人とは付き合わないということですね、まあ。レベルの低い人に付き合っていますと疲れますね。まあなんていうか動物の世界に落とされたような窮屈感を覚えますね。で,ですから私はもう容赦なくていいますか。もうこの年になりましたらね。 遠慮もいらないし妥協することもないわけでしょ。ですから、今更ね、いろんな人と付き合って人生観広めようなんてことはもう考えてませんから、まあ、そんな時間ありませんからね、そんな暇もありませんから、私はもうあっさりと、って言いますかきっぱりと切ってね、そして自分の道を行くようにしています、それがね、いろんな因縁だとか、なってますか、義理立てとかいろいろありますけども、そんなことはもう構っていませんね、そんな時間もないから。 ですから、まあ、爽やかに、すがすがしく生きていくためには、まあ、そういった人たちとは付き合わないそれ。それにはもう一つ意味があるんですね。不愉快な人と付き合ってますと、やっぱりこっちも不愉快になって、アドレナリンが多くなってね、心拍数が多くなりますから、心臓にもよくありませんしね。ですから、精神、自分の精神状態、それほども昔ほどタフじゃありませんからね、自分の精神状態を守るためにも、まあ、そういう人とは、 遠ざかった方がいいですね。それはあの、60歳過ぎたら一つの人生くん、人生のいわゆる鉄則になるんじゃないでしょうか。まあ、いろんなこと言ってる人いますけどもね、もう言わしていけばいいんですよ。まあ、自分のしたこと、しないことをね、全部棚に上げてね、そして人のことをごちゃ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 言ってる人いますけども、かわいそうな人ですね。まあ、ともかくも常識。 常識っていうのは、その、いわゆる謎と、謎のね、点と線で言う常識とはちょっと意味が違いますけども、要するに常識っていうのは、心開いて、青い空を見て、そして海を見て、そしてまあ、その時の清々しい気持ちで考えた自分の素直な心ってことになりますよね。 ま、しかし、あの、嫌な人に会いますとね、やっぱこう自分の嫌な面が前に出てきますからね。そうすると、自分も不愉快な面が出てきてしまいますから、まあ、会わない方がいいですね。ということで、常識を大事にしようねってことですね。子供たちへ、他の人の心を分け持ってあげよう。ね。力のない人や、弱い人や、失敗した人を笑ってはいけないよ。笑えば笑うほど、結局は自分で自分の首を、首を絞めることになるよ。 誰だってね、ちょうど今の君たちのように精一杯頑張っているのさ。しかしね、大抵は自分の思い通りにはいかない。そういうことがいくつか重なると、人は誰だってそういう人になるのさ。つまり力のない人や弱い人や失敗する人になるというわけ。そしてね、ここが大切なことなんだけど、今の君だっていつだ、いつだってその力のない人や弱い人や 失敗した人になるかもしれないということ。だからね、そういう人を笑ってはいけないよ。そういう人を笑うということは、結局はいつか自分を笑うことになるわけ。自分だけの世界で生きてはいけないよ。自分だけの世界で生きていければ生きるほど、孤独という恐ろしい悪魔が君たちの心の中に入ってくるよ。恐ろしい悪魔だよ。この悪魔に取りつかれると、人、その、 悪魔は君,君たちから全てのものを奪っていくよ。君たちの幸福や安らぎ、安らぎや、時には君たちの犬までもね、だから自分の世界だけで生きてはいけないよ。この悪魔と戦うためにはね、自分だけの世界から飛び出し、他の人,と他の,人の世界に入っていくこと、他の人の苦しみや悲しみや悩みを分かってあげること、 分かってあげるだけでも足りないかなその苦しみや悲しみや悩みを自分のこととして分け持ってあげること。しかしね、これはとても難しいことだね。つまりね、悪魔と戦うことはそれくらい難しいということ。ただね、こういうことは覚えておくといいよ。この世界には力のない人や弱い人や失敗した人などはいないということ。力があるとかないとか、強い人とか弱い人とか、 成功した人とか失敗したとした、したとか、そういうことは、そういう人はいないということ。例えば今、君が何かのことで落ち込んでいてもね。ごめんなさいね。字が細かい文ですから、自分の文章がうまく読めないんですよ。落ち込んでいてもね。それはまあ、なんというか、病気のようなもの。心だって調子が悪くなることがあるのさ。痛くなったり、熱を出したり、時には、 寒気がしたりするようにね。だからそういう時は無理をしないこと。静かに心を休めるといいよ。どんな風もいつかは去るし、朝のない夜は来ないよ。歩けば谷もあるけど山もある。苦しくなったり悲しくなったらそこを谷と思って前に進めばいいよ。あとは山を登るだけだから楽しいよ。風も弱くなるし、朝日も出てくる。そうそう。 誰かがね、君たちに苦しみや悲しみや悩みを打ち明けたら、それを自分のこととして受け止めてあげるといいよ。そういうことをしておけば開くほど、悪魔は君に近づかないよ。嵐も早く去るし、朝日も早く昇るよ。嘘じゃないよ。一度、試してみたら。かっこしてね、エンヤの A Day Without Rain を聞きながらと書いてありますね。私この、この詩を書いた当時は、エンヤの大不安でしてね。 毎日あの、縁屋を聴いていました。まあそういうかんあの、縁屋の、縁屋ね、英語でイいいにって言いますけども、え、いいにの曲を聴きながら、あの、書いた詩です。まああの、人の死を笑うってことになりますけども、これは絶対してゃいけませんね。人の死を望んでもいけませんね。これはもう本当に最悪の心理状態だと思います。中にはですね、昔いましたね、一人。 あ,のあるドクターですけど「林くんな」って話をしたんですねで何ですかって言ったらね、ま、た俺はな今日20も年上のじじいという方前どっかの医師会でねじじいにひどいこと言われたよとでその時にそのドクターはこう思ったそうですどう,どうせこいつは俺より早く死ぬんだと思ったらな林気が楽になったよって言いましたけども嫌な考え方ですねでそれ聞いた時にぞっとした覚えがありますね で、結局、結果的にね、その、ドクターは49歳で死にましたけど、早く死んだんですね。まあ、人の死をそういう風にこう、予期してとか予定してはいけませんね。それはもう本当に、そういう人は実際いますけどね、あの、60ぐらいになってくるとね、そういったそのなんか自分の醜さがもう、表面っていうか表に出てくる人がいっぱいいるんですよ。それはあの本当にね、老後の、 まあ一つの恐ろしい部分、面でもあるんですけどもね、あの、隠し持っていたその邪悪な自分がですね、表に出てきちゃうんですよ。で、それがもう、なんていうかな、一つの人生観というか、老後感となって出てくる場合がありますから、皆さんも注意してくださいね。あの、いわゆるその、まあある人はですね、他人が死ぬので、もう本当に楽しみにしているというか、あいつはとうとう死んだって言ってね、そういう感じで喜んでいる人がいましたね、そういえば。 で、自分、長生きした方が、いわゆる、長生き合戦ということやるわけですね。長生きした方が勝ちだっていう,うな考え方でね。しかし、そういう人ほど自分が今度死を迎えるときに、それは、た、例とえですよ、他人より10年長生きたとか、15年より、15年長く生きたからと言ったってですよ。それはもう、どんぐりのせくらべったら姿勢かもしれませんけども、70歳で死のうが、80歳で死のうがですよ。それは、その死ぬという時点においてのものの考え方としては、 あの、同じなんですね。10年や長くしたから、死への覚悟ができるとか、あるいはもう死んでも俺は惜しくないんだという国考えられるのかって,って、それはないですね。そういう言い方をした人ほど、まあその幸せがぐーっとこの晩年にやってきますから、あの、余計に苦しむんだろうと思いません、ね。私もわかりません。まだそんなことはね、そういう人の気持ちになったことはありませんし、まだ67歳ですから。 まだ、ひょっとしたら運が良ければね、あと平均4分13年間生きられますからね。ですから、まあ、なんとか運、運よくね、13年は生きたいなと思ってますけども。まあ、あの、今のところ、まあね、あの、ワイフも私も健康で、まあね、あの、そういった生活を送らせていただいてますんで、よかったなというふうに毎日ね、あの、本当にワイフと私で、 よかったなって、もう、俺は本当はもう50過ぎたら人生儲けもんだけと思ってたけどね、これだけ生きられたんだから、よかったねっていう感じで生きてますけどもね。ですから、あの、他人の不幸を喜ぶっていうのは、まあそういう人がもしいらっしゃったら、近くにね、さーっと切って、そっちへもう近づかないほうがいいです。あのもうそんなあの人生に、ね、は余裕ありませんからね。ということなんですね。メンヤの曲はいいですね。じゃあもうちょっと先行きますね。で、から、 子供たちへに、拗ねたり、いじけたり、突っ張ったりしないでさ、自分の心に静かに耳を傾けてみようよ。そしてね、その心に素直に従ってみようよ。つまらないよ。自分の心をごまかしてもね、そんなことをすれば、自分を傷つけ、相手を傷つけ、みんなを傷つけるだけだよ。難しいことではないよ。何をしたいか、どうしたいか、それを静かに考えればいいのだよ。 仲良くしたかったら仲良くすればいい。頭を下げてごめんねということは決して負けることではないのだよ。嘘だと思ったら一度そうしてみてごらん。今よりずっとずっと心が軽くなるよ。まあね。頭下げてごめんねって言えばいいんですよ。負けるが勝ち。イコール人生の大鉄則だと思います。いい閣議だと思いますね。負けるが勝ちなんですよ。負ければいいんですよ。俺は負けたって感じでね。 で、あとはまあ、成り行きに任せればいいんですよ。成り行きに任せるということは、なるようにしかならないってこと。で、ならぬことはならないっていうことなんですよね。まあ、要するに、どうにもならんことは諦めて、そしてまあ、あとは忘れて、前に向かって進んでいけばいいんですよね。それがまあ、この詩の主題です。それで、自分が何をしたいか、したくないか、まあ、したくないことを無理にする必要はありませんけどもね。 そういうことを考えながら前に向かっていけばいいよってことなんですね。それから、僕は裸。僕は初めから裸で生きてきたから、なくすものは何もない。名誉も地位も肩書きも何もない。だからね、みんなはね、僕自身を見てくれる。僕は見た通りの僕だよ。だから僕は本当に気楽さ。この気楽さがね、僕の財産というわけ。これはあの、 いや本当にそう思いますね。私は、まあ、学生時代に、まあ、とんでもない世界に入って、もうね、肩書きがもう、紙にね、あの、A4 の紙にいっぱい書ききれない人たちとも、あの、付き合ってきましたけども、その時に思いましたね。よし、僕だけは一匹のネズミになってやろうって。まあ、その話はまた、世にも不思議な留学期の中で書いてますんで、また読んでいただきたいと思いますけども、一匹のネズミということは、まあ、そういう世界とは、 絶縁してね、裸で生きてやろう。もう一生ね、名誉や地位や肩書は求めないんだっていうことで、あの、心に誓ったことありましたね。たった一匹のネズミになってやろうって。まあ、それが私の今の、今というかずっと私の生き様の根幹点が柱になってきたんですよね。しかし、あの、おばかさんがいまして、もう一ヶ月ほど前でしたかね、書き込む欄に辛辣なコメントがありましたね。 お前の思想は幼稚だ。幼児教育しかしてないから幼稚だ。妄想の塊だとかってね、書いてきた人いましたけど、かわいそうな人ですね。ご自身自身が権威の塊みたいな人なんですね。いわゆるか肩書き、肩書きでしか相手を判断しない人って、まだ日本にいますからね。いわゆる日本の権威主義の亡霊みたいな考え方をするわけですよね。いわゆるその、他人を見るときに中身を見ないで肩書きを見るわけです。 で、まあ、高校学者でもないお前がね、偉そうなこと抜かすなとかっていうふうに書いてくるわけです。以前も言いましたね、一人。まあ、どっかの先生だと思うんですけども、ヒミコは、経験に、ヒミコは、経験に論ずるなって言うんですよ。卑弥呼を論ずるゾンルルゾン、論ずるぐらいなら、卑弥呼の本を一冊でも読んでからしろって、こういう,うに書いてありましたね。書いて読まない方がいいですよ、あんなのは。って言うと怒られますけどね、読まない方がいいです。 それよりも自由に考えてね、あの、もっと、なんていうかな、もうガチガチですからね、あの、銅託についてもですよ。皆さん本なって、本なってご覧なってください。この銅託あるでしょ一つ一つに全部名前がついてるんですよ。専門用語が。また、その専門用語を知らないと、論ずる資格はないというような、まあ、言い方なんですね。しかし、そんな知らなくていいですよ。で、たまたまね、偶然ですけどね、私はあの、銅託にこう、上に丸いものがついてるでしょ あれをね、自分で勝手につけてね、ヒレヒレと呼んでたんですよ。魚のヒレに似てるから。ヒレヒレと呼んでましたらね、専門用語でもあれ、ヒレって呼んだそうですね。驚きましたね。はい。そういう偶然の一はあります。これですね。まあこれはあの、ヨハ、不思議な糸巻きっていうので、まあヨーロッパの民話ってことで、今からもう二十、そうですね、三十年近く前、飛行機に乗った時にね、 飛行機の中にこう置いてありますでしょ雑誌に。あの中に書いてあった話なんですけどね。ヨハンは仕事をするのが嫌で森へ逃げてきた。後ろの方から父親が、ヨハン、巻き割りの仕事を手伝ってくれと叫んでいるのは聞こえた。ヨハンが木の陰に隠れていると魔女が現れてこう言った。あなたに不思議な糸巻きをあげよう。嫌なことがあったらこの糸巻きの糸を引くといいよ。 引いた分だけ時間が過ぎると。それからというもの、ヨハンは嫌なことがあるたびに糸を引いた。父親から仕事を追いつけられたとき、学校で嫌なことがあったときがある日、ヨハンはこう思った。早く大人になってハンナと結婚したいと。そこでヨハンは糸をどんどんと引いた。気がつくとヨハンは大人になり、ハンナと結婚していた。しばらくは平穏な生活が続いたが、 やがて二人の間に息子が生まれた。が、ヨハンは子育てが苦手だった。そこでヨハンは、息子を早く大人にして、えー、自分の仕事を手伝わせようと考えた。ヨハンはまた糸をどんどんと引いた。再び気がつくと、息子は立派な大人になっていた。しかし、ヨハン自身も老人になってしまっていた。が、思い出が何もない。ヨハンは自分を振り返ってみたが、そこに何もないことを知った。そこでヨハンは、再びあの森に戻った。 するとそこにあの魔女がいた。ヨハンは魔女にこう言った私。私の人生はあっという間に終わってしまった。私の人生は何だったのかと。すると魔女は笑ってこう言った。ではもう一度だけあなたを子供の時代に戻してあげよう。ふと見るとヨハンは子供に戻っていた。とその時、後ろの方から父親が、ヨハン、巻き割りの仕事を手伝ってくれと叫んでいるのが聞こえた。ヨハンは明る,明るい声でこう答えた。 お父さん、今行くからねって。実はね、この話ね、5、6年前のね、自動自動推薦文書かなあの、いわゆる図書ってあるでしょ同じ話がね、日本でね、発表されてね、賞を取ってますよ。その作家の方にはっきり言いますよ。盗作ですよ、それは。 で、私はこの話を今言いましたように飛行機の中で何十年間前に読んで、それで原稿にしたわけです。で、その話はね、ほとんどね、あの、世界には知られてないはずです。外国で読んだ本ですから。で、それを私はこれ原稿にしたんですよね。ですから、その盗作なさった方は、原文を読んでない限り、この私のこの原稿をね、見てなければ書けないはずなんですよ。ですから、その方は二重盗作してるわけです。まず私の文を見て、 ヒントを得た。しかし私はなん、ここに書いてありますように、ちゃんとこの本はですね、ヨーロッパのな民話って形で、あの、ちゃんと書いてますから。出典を。またこの本を、この話は、えっ、ー、と、飛行機、飛行機の中でね、読んだ本から取りましたって書いてあ,あの、もし、あれでしたらね、林博司、子供たちで、あの、検索をかけてみてください。この原稿ヒットできますから。ということなんですね。 まあ、ずるい人がいますね。はっきり言います。あの、ということなんです。これが私の書いた子供たちへの詩なんですけども、今日は詩を読むということで、あの、で、もう一つ実はね、か、あの、もう一つ隠された人がありましてね、今ちょっと使っているのがね、これ、新しいソニーのビデオなんですよ。で、これで、どのように撮れるかということを今テストしてるんですけど、前のビデオカメラが本当に苦労しましたので、まあこれで30分近く撮れてれば問題はないんですけどね、 まあ、どんなもんでしょうか。まあ、これであの、そのままあの、編集してアップしていますが。で、今週のビデオ日誌はですね、こういう形で、まあ、あの、詩を読んでみました。で、まあ、あ来週っていうとまたね、あの、自分を縛るの嫌なもんですからも、一応予告的に言えば、来週は世界の格言っていうのをずっとある時期、いや、あの、訳してて、あの、趣味でね、訳してたことがありますので、それをあの、 まあ忘れるかもしれませんよ。あの最近ね、どうもね、自分に自信がないんですよ。そういう約束をしておいてもね、ポッと忘れちゃうんですね。まあですから、来週は、も忘れてなければ、あの世界の、あの、賢人の言葉をね、翻訳して皆さんにお届けしたいなと思います。実はこれからあの、この後、兄の家へね、あの、遊びに行くことになってますので、あの、まあ、時間がまだ、 ちょうど1時間ぐらいありますから、あの、その間にこれをアップして、皆さんにお届けしたいなと思います。どうですかね、このカメラ。<laughs> どうですかねっていうのはね、その、まあ映りはいいと思うんですよね、これ。まあだけど、う,つうまく映ってるかどうかわかりませんけども。ということで、今日のビデオしようあります。どうも皆さん最後までお聴きくださいまして、ありがとうございました。バイ